メガネのなんかまあ、テニフェスありましたけども、うんね、結構最後の方のリハの時に、うん、このリーダー足、足怪我して、今日動かれへんで。はぁ？そう、あった。何言ってんの？大丈夫しますか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。朝起きたら歩けなかったんだよね。そうね、ちょっとはい、足を痛めてましたね。アキレスを痛めちゃったんで。それでなんかね、ご迷惑をおかけしました。はい。そうなんですよ。でも全然、全然大丈夫でした。そしたら、3週間。そしたら武道館の。おい！武道館の。そこはやめて、そこは。本番の日やね。そこは。本番の日、朝ぎっくりとか。腰やで、腰。ああ、バレちゃった、バレちゃった。そうだよ、お客さんにはバレてねえのに。大丈夫なん？大丈夫なん？もうみんなほんと心配したんですから、もう。そうですね。ごめんなさい。ほんとにすいませんでした。メガネシックスになるんじゃないかと思って、もう。ご迷惑おかけしました。本当ですよ。